ちょっと、カレピッピー？おい、どうしたんだよ、フルン。今日どういうゲームやるのか教えてよ、ミコピー。ミコピー？ミコピー？今日はね、うん、まあちょっと、君に、うん、ついてきてほしいところがあるんだ。どこ？ブランド？まあ、買いに行くの？ちょっと待ってよ。それはほらこの前やったでしょ。それはこの前買ってあげたでしょ。ま、え、また買ってくれるんじゃないの？また買うんじゃなくて、今日は君にあの僕の、うん、男らしいところを見せてやりたいなってわけだよ。マジ？超イカすとこ見せてくれるの？楽しみ。見せてあげる。本当に思ってるのかな。今日はね、みこ先輩がやったことあるらしい、はい、これなんていうの、はい、イン・ザ・ウォッチャーズ。ほう、どういうゲームなんですか？ウォッチャーズ。え、ウォッチャーズ、これはみこが覚えてる限り、うん、あのちょっと謎解き要素もある、うん、あのやべえ、あの教団の中に紛れ込んじゃった一般カップルって感じのゲームです、うん、まあまあ今の私とみこ先輩ってことだね。あ、そう、これ今日はみこがあのカネピッピー、私がカノピッピーらしいので、ちょっとそういう感じでやっていきたいなと思います。はい、よろしくお願いしますよ、うん、ちょっと待って、あのやばい、あのね、コメントにこれ兄弟だぞって言われてる。やべ、メカ先輩本当にやったの？いや、かなり前だから本当にちょっと、まあ、確かにそうだった気がしなくもない。それとも兄弟だけどカップルなの？じゃあ読みますね。うん、2003年、アンナ・プエルタ。待って、飲むのやめて、真剣に聞いて。休憩タイムじゃないの。行くよ。ちょっと待って、今、あくびした？してないよ。ほんで、15年後、アンナの双子の子供、ルイーザとフィディコ。フェデリコ。フェデリコは、ある衝撃的な手紙を受け取る、うん、あなたたちの母親は見つかります。あなたたちはきっと双子じゃねえか。双子であることや、あの母親の子供であることの絆に気づいていないのです。ルイーザ、しかも弟と力を合わせなさい。お兄ちゃんですわ。